七川の戦いは1238年3月4日に起きたウラジーミル大公ユーリー二世軍とモンゴル帝国の番人町ブルンダイ軍との間の戦いである。モンゴルのルーシ進行、モンゴル軍の北東ルーシへの遠征の過程における重要な戦闘の一つであった。モンゴル軍の進行によるリャザン陥落、コロムナでのルーシ連合軍の敗戦。 そしてウラジーミル大公国への侵入を受けて、大公ユーリーは、七川近くの森へ出発し、ここへ新たな軍勢を集めるよう命じた。首都のウラジーミルには、ユーリーの家族とピョートルをスレデュコビチの指揮する守備隊を残した。ラブレンチー年代記によれば、ユーリーは兄弟のヤロスラフの軍が援軍に来ることを期待したとされる。しかし七川の戦いへの参加者の中に、 ヤロスラフの名は記されていない。一方、モンゴル軍は1238年2月7日に、ウラジーミルを占領した後、主力部隊は、ユーリエフ・ポリスキー、ペレスラブリザレスキーを襲い、さらにトベリ、トルジョークへと向かった。また、ブルンダイの率いる、第二軍は、大公ユーリーの老い、ユーリコンスタンチノビチの所有するボルガ川流域の都市へと向かった。 ウラジーミル占領の後の3週間、ブルンダイの第二軍は、主軍のおよそ2倍の距離を遠征した後、七川へと至った。また、同国、主軍は、トベリトルジョークでの包囲戦に勝利した後、ウグリ地方面から七川へと接近していた。対するルーシ軍は、ドロフェイセミオーノビチの指揮する3000人の部隊を除き、兵を収集する時間がなかった。 1238年3月4日の戦闘で、ウラジーミル・スーズダリ軍は包囲され、ほぼ全員が死ぬか捕虜となった。太公ユーリーは戦死し、首は、モンゴル生成軍の総司令官、バトゥの元へ送られた。ヤロスラブリコ・フセボロドは戦死し、捕虜となったロストフコ・バシリコは、シレンスクの森で処刑された。スベアトスラフ、ウラジーミルは、退却に成功した。 七川での敗北は、ウラジーミル大公国のモンゴルの侵攻に対する抵抗を無力化させた。ウラジーミル大公国は、モンゴル帝国へ従属することが決まった。ユーリー氏後の大公位は、兄弟のペレアスラブリザレスキー公ヤロスラフが継いだ。ヤロスラフは、ウラジーミル大公国とペレアスラブリザレスキー公国を直接統治することになった。一方、 ブルンダイのモンゴル帝国軍では薬病が発生し弱体化した。それはバトゥガノブゴロドへの進軍を断念した理由の一つとなった。1238ありがとうございます。